カルカソンヌはドイツのハンスイムグリックより2000年に発売されたボードゲームである。デザイナーはクラウス・ユルゲン・ブレーで、フランス南部古代ローマ時代の要塞都市カルカソンヌをモチーフとしている。ドイツゲームの2対象を獲得した人気ゲームであり、シリーズ化されている。タイル状のコマボードゲームではあるが、プレイ開始時点でゲームのボードはなくタイルを並べて、 ボードを作っていくゲームである。まず地形タイルのうちスタート用に用意されているタイルを置き、各プレイヤーは手下の駒を7つ持つ。このスタート用のタイルは一辺が都市の一部となる地面となっていて、それと並行して道路が走っているものである。プレイヤーは順にタイルをランダムに引き、すでに並べられているタイルの辺に書かれた地形と一致するように並べていく。タイルには 草原、道路、都市、修道院のいずれかが描かれている。タイルを並べる際にそのタイルの地形のいずれかにコマを置くことができ、置くとその地形の所有を宣言することになる。すでに他たプレイヤーのコマが置いてある地形につながった場所には、事コマを置けないが、タイルを置くことによって別プレイヤーの地形が連結することは起こりうる。複数のコマが置かれた地形の最終的な所有者は、 その地形に最も多くのコマを置いたものなので、特に都市の発達途中では所有権争いが起こることになる。道路、都市、修道院が完成した時に所有している手下のプレイヤーに点数が加算され、コマはプレイヤーの手元に戻る。タイルが全部置かれた時点でゲーム終了。草原は完成した都市に隣接する数に応じて点数が加算される。また、 未完成の都市には完成時の半分の未完成の道路及び修道院には完成時と同様の点数が加算される。手下の駒は限られており地形が完成するまで戻ってこないため必要な時に手駒がないことが起こりうる。得点を増やそうと地形を広げていくと最終的に完成しないかもしれないというリスクを負う。狙いとしても短期的な道路、中期的な都市、 長期的な草原のどれを重視するかで迷うところである。タイルを引くのはランダムであるので、勝負は引き次第という面があるにはある。そのため展開や最終的な街並みも大きく変わる。その一方で、どのような絵柄があるか推測できる経験者が有利という面もある。しかし、全体的には、作戦と運が合いがかばしたバランスの良いゲームと言える。 考える方向は多いが、基本的には引いたタイルを並べてコマを置くというだけなので、初心者や子供でも遊びやすい。また、手札など、各プレイヤーに隠された情報はないため、初心者の手違いでは、周りからアドバイスできるのも、ファミリーゲームらしい特徴である。カルカソンヌ本体に追加するタイル、新ルールなどこの他にも、ゲーム雑誌の付録や、ゲームイベントで反布された拡張セットがある。 箱、特典版がミープルの形状となっている特別版。コマは透明アクリル製。ミニ拡張タイル、祭りが付属基本セットいくつかの拡張をまとめたもの単体でプレイ可能。ありがとうございます。